先の国会では森友学園への国有地売却の件、加計学園による留学部の新設、防衛省の日本問題などさまざまな問題が指摘され、国民の皆様から大きな不信を招く結果となりました。そのことについて冒頭まず改めて深く反省し、国民の皆様にお詫び申し上げたいと思います。今回の組閣ではベテランから若手まで幅広い人材を登用しながら、結果重視、仕事第一、実力本位の布陣を整えることができたと考えています。この内閣はいわば結果本位の仕事人内閣であります。残念なことに支持率が下がったということは謙虚に受け止めて、やっぱり国民の皆さんがかつてのやっぱり、民主的な、そして明るい、そして何でもこう議論ができる、そういう自民党に戻ってほしいという願いもあるとするならば、私は引き続きそういうスタンスで、安倍総理とともに、自民党を再度理解していただけるよう、そしていい政治ができるよう、汗をかいてまいりたいという決意をしました。政府の慰安婦問題に関する関しては、総理の戦後70年の談話、それと岸田外務大臣の時に両国政府が確認した日韓合意、それに尽きると思っております。日韓合意が着実に進展されることが望ましいと思っております。この省内の国民に対する信頼というもの、万全の体制ではないことは皆様ご承知のとおりでありますので、しっかりと職員とも意思疎通を図りながら、一層丁寧な説明に心がけて、この信頼を一つずつ丁寧に取り戻していく、このことに力を砕いて、心を砕いていきたいと、こういうふうに思っております。ただ、本件は情報公開への対応が不適切であったことのみならず、内部からの情報流出を匂わせる報道が相次ぐことにより、防衛省自衛隊のガバナンスに対する信頼を損ない、結果として国内外の現場で任務に当たる隊員の士気を低下させかねないという点で、極めて重大で深刻なものと受け止めております。特別防衛監察の結果で示された改善策を受け、今後、同様の事案が発生しないよう、抜本的な対策を講じて、国民の皆様の信頼回復に努めてまいりたいと思っております。国民の皆様の声に耳を澄まし、国民の皆様と共に政治を前に進めていく、そしてしっかりと結果を出していく、その決意でございますので、皆様のご理解とご協力を、ご支援をお願い申し上げます。